なるよ。今日は長ズラで釣りということで石川さんと、はい、下谷さん来ておりますということで、僕は今日深瀬釣りです。今日は、はい、下げるが上げるが多分、おー、いてた、魚だ、魚、うん、ふざけんなよ、こどこかの誰かさんはもう釣りをやめてもうホイールを磨いてますよ、この人も。鳥も釣れないんでということでね、俺仕掛け作り直そうかと思うけど、空気読みようかって出てるんで、ちょっとどっか場所前したいと思います。さあ行くぞ。はい、なるほどございます。長津田から今度はコラボ堤防前に来ました。まあ県北サーフですかね。はい、まあちょっと僕はサーフの方でやろうと思うんで、せっかくね渋谷さんからいただいたこの RBB のウェーダー、これを履いてね、ちょっとね今日は、はい、やってみたいと思います。さあということでね、お誕生日プレゼントでいただきましたこの RBB のね、はい、ウェーダー、ほう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 、今度は黒です。黒、はい、ね、この黒の、はい、ウェーダーね、ほらこういう風になってるんですよ。こうやってね、めくれで、はい、渋谷さんからいただきました。さあということでね、こういう形で、あとはこれにベストを着て、はい、やっていきたいと思いますよ。それでは後半戦行きましょう。はい、とりあえずねリーダー結んで、はい、もう一旦リーダー結んだかと思った、最後ライターでコブ作ろうかと思ったっけね、炙りすぎちゃってね、リーダーまで燃やしてしまったということでね、リーダー2回結び直しました。さあということで、石川さんと渋谷さんをコラボテーマでやるようですね。俺はちょっと幻のサーフの方入ってみようと思います。それではちょっと行ってみましょう。はい、ということでね、こっち来ました。僕はコラボテーマじゃなくて、はい、県北サーフでやります。はい、ちなみにここはね幻のサーフじゃありません。別に関東じゃなくても入れる、はい、プチサーフですね。プチ県北サーフですよ。はい、ということで、さあ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 、どうなんだろうね水温ね。今日暖かそうだけどね、ちょっとスピンビームに一回温度計つけてみようか。ちなみに温度計が今16度外気温で、はい、これね水温だとどうなのか、はい、ちょっとやってみたいと思います。あら、温度計が、温度計、あれどこに行って流されたかは、針につけてこうピヤーンってやったっけ、温度、あーふざけんなよマジで。これからちゃんとスナップ、めんどくさくでもスナップにちゃんとつけようと思います。いや温度計ねえかな、いやマジでふざけんなよ。まあ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 、まあ、ということでね、はい、今日も島の縛りでいきますということで、スピム TG のスピン、スピンビーム TG の、はい、サーフカニバル 42g、 はい、行きましょう。さあということで天気はいいですね。今下げからの上げ入ってるのかな、はい、とりあえずタイドグラフも見てやねえよ、もうねえ、ナオズラの方水ねえ濁ってたのにこっち濁りないですもんね。さあということでやってみましょう。ね、前回真ん中の方ではね、もうあれでしたよ、僕はねヒラメをバラしてますよ。今日はもうあっちはもうサークなんか出てないですよ、ほらもう本当に大潮干潮ね、土干潮限定ですから、あそこは幻のサークね。僕は今日は幻じゃないサークに入ってますね、プチサークですよ。サークは本当にもうここ一人しか入れないようなサークでやってますよ、ね。さあということで、どうなんだろうね、向かい風っちゃ向かい風だけど、上から海見ると結構あれなんですよね、高いからやっぱ風結構、うん、感じましたけど、降りてくるとそうでもないですかね。さあ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 、意外と波があれだな。あーでも入った感じどうだろうな、外気温と同じくらい水温もありそうな感じですけどね。温度計楽しちゃったもんね、流されたとかって。
いやいやいや、何なの今日。昨日とか前回は1投目でスピンビームの TG を殴して、今回なんか1投も投げる前ですよ、最初の一発目で温度計なくしてですよ、本当に。いや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 、悲しすぎるでしょねえ。あー、どうだろうな、向かい風だと思ってね、ちょっと今スピンビーム TG で今攻めてますけど、あー、いやー、なんか新しい腕をすごい水弾く、ほら、やべやべ、すげー水弾いてる、なんでしょう、素晴らしいわね、なんか10代の女の子のお肌みたいね、うわ、すげえ水弾いてるよ、素晴らしいですね。さあ、ということで今日はあんま乱眼できないから、高麗編でいろいろ角度を変えながら打ってるしかないだろうね。いやー、でもここで見事上げたら大したもんだけどな。いやー、結構あちこちでマンゴチムが集まってっから、こっちでも釣れてもおかしくはないんだろうけどね。どうだろうね、これ流れは若干あれかな、右に流されるのかな今日、これこっちにこう若干流れですかな、それともでもまあ真正面から帰ってきてるからね。どうだろうな、プラングの方いいのかな。石川さんもね、ここでねシーバス釣ったっつってたからね、うん、コラボ堤防の1級ポイント入ってますね、石川さんは今。さあ、僕は今サーフからね、はい、まあとりあえず釣れるものを釣りましょう。ワンチャンね、シーバスも来るかと思ってサイレントアサシンとかもちょっと今日持ってきては見たんですけどね、向かい風だからってスピンビーム出してみたけど、意外とあれだな、向かい風が気にならなくなってきたぞ。どうだろうね、メタルドライブとかそっち系も投げてみても面白そうだけどね。あー、でもこれ右に流されるんだったらいいんだよ、左に流されるとこっちのテトラの方にね、落ち着いちゃうんで、うーん、あー、でも今日はいいね、風はちょっと向かい風っちゃ向かい風だけど、そこまで強い風ではないから。おっ、なんか手前なんか魚泳いでた今、なんか今手前魚泳いでた今、なんかその辺の手前魚いるぞ、もうなんか魚泳いでたぞ今、この波のから魚見えたな今、なんか手前結構いるね、なんだこれ、プラングの方面白そうだったらプラングに変えてみようかな。はーい、ウィングビームのサーフカーニバル、これでいきましょう。なんか手前魚を泳いだなぁ、何なんだろう、でもそこまで大きくなかったけど、2、30センチくらいのが泳いでたぞ今。とりあえず今ウィングビームで、はい、ちょっとやってみましょう。なんだろう、こんなとこキョワーと泳いでいきます、魚。だって波こうなってくるところから、だって魚が泳いでるの見えましたもん、何匹が今。こんなにもう暖かいのが水温計ないから温度も測れねえしね。波だって、ここ波立つところで魚見えたもんな。多分おそらくフグだと思うんだけどね。目の前これヒューってこんな泳いでる、ちょっとマジでカメラに映ってたかな。あー、とりあえずね、ちょっとだいぶ魚っ気が今日ある海だったのがよく分かったんで、とりあえず何かちょっと釣りたいね今日はね。いやー、ちょっとこれなんだろう、ちょっとよくちょっと海を観察してた方が良さそうだぞ今日は。いやー、なんか一生懸命魚を探そうとしてっからなんかちょっと黙ってしまうけど、いやー、ちょっと待って今日本当によ、何かが起きそうだぞ今日。
あーでも今日流れもないし今日いいな。いやでも左に流れないだけいいわ今日。若干ちょっと右には流れるかもしれないけど、うん、左に流れたら本当にもう寝掛かりしてくださいだからね。俺ちょっとあれしてみます、上げ下げしてみますねえ。ウィングビームであんまり反応なかったらどうなんだろう、メタルドライブとかの方がいいのかな、魚っけあんだったら。いやーもし魚っけとかあんだったらワーム投げてかったけどな。今日ワームないからね、島のしか持ってきてねえんだよ今日。はい、ウィングビームなんだっけかこれ、これこの城だったっけかな。はい、これでやってみましょう。さあ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 、ということでちょっとカラーチェンジですね、ウィングビーム。さあということで、これはクリアケースとか持ってないもんね。とりあえず飛距離の出せるやつでコンパクトなやつでということでね、はい、ウィングビームでやってみましょう。多分こういう水はね結構綺麗な状況ですからね、多分こういった感じのカラーの方が多分いいかもしれないけどね。いやーでもさっき泳いでる魚何だったんだろうな、あれ風なのかよ。いやーどうだ、結構なんか海の中見て海藻結構漂い始まってんね。いやーこれ そろそろ海藻が取れ高になるような季節になってくるぞ。さあでもこの海藻が出てくるとなんかいよいよマンゴー違って感じもするけどね。ああもう石川さんと渋谷さんはもう休憩中ですよ。もうちょっと私はねちょっとね今日はもう魚をねこう泳いでのを間近で見ちゃったんでね、まあ、魚がいるっていうのがねちょっともう分かったんでちょっとあれですよね、やるしかないでしょう。どうだろうな、サイレントアサシンとかの方面白そうかな。まあせっかくだからねちょっともうちょっと投げてみるけど、こういう時こそクラッシュブーストがやねえ。ちょっとこれあれだったらサイレントアサシンしてみようか、ワンチャンシーバスも狙えるからね。おお来たか、違うか、今ピク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 動いたぞ今ハウが、違うか違うか違うか違う、あ、違う、なんだ今ウイングビームの感動かな、ピク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 いっちゃうな、お先の。え、今のって釣れてる先なの、ちょっとマジでなんだったら、ちょっとつかガイドにゴミが、ちょっと一旦ガイドにゴミ取ります。さあ行くぞ。はい、ちょっとサイレントアサシン投げてみたくなったんです。サイレントアサシン、はい、片口フラッシュブーストですね、これでいきましょう。あれ片口だっけか、いやマイワシだっけかな、これマイワシだったわけそんな。はい、とりあえずいきましょう。さあ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 、こういう感じですよ。ほう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 、いい動きやないですか。さあということでね投げていきましょう。向かい風だからねやっぱそこまで飛距離は伸びねえけど、うん、なんかねこの天気でこの水の色だとね、まあ、サイレントアサシンあたりがいいんじゃないでしょうかね。はい、ルアーこかしました、トライデント、はい、レッドヘッドできますということで、シーバス狙いですこれは。はい、さあ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 、ということでね飛距離の出せるものということでちょっとトライデント出しました。さあどうだろうね、ワンチャンシーバス組んだったらこれもありってありだと思うんだけどね。はい、ルアー交換しました、メタルドライブ、はい、赤金のあれですねこれ、ゴールドの、はい、ワーム、これできましょう。久しぶりに投げんなこのカラー、さっさっさっさ、ということでねメタルドライブですよ、メタルドライブ、まあ、唯一ねワーム系のものはこれしかないんでね、ちょっとメタルドライブで
やってみましょう。はい、メタルドライブ単速目ピンクキャンディー行きましょう。さあ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 、ねえ、なんだかもうねえ、もうどうすんのか、メタルドライブ単速目だってよ、もうねえ。さあ、ということで、ただ投げるのも面白くないから、ちょっとツレネーマンさんのモノマネでもやりながらやりましょうか。さあ、最近ツレネーマンさんがなんか投げる時にナルオとかって言いながらやってるんで、はい、やってみたいと思います。いくぞナルオ。何やってんの俺は一体。メタルドライブ3速目、メタルドライブ投げてダメだったら、だってワームで来てこないでしょ。何鳴らすれんのって言いたいよね。本当に生きてるやつでも買ってきても本当にここで泳がせねえかっていうのはそんな勢いだよね。さあ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 、おー、メタルドライブってこういう感じなんだね、水中映像。さあ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 、こんなことやってる場合じゃないよ。さあ行きますよ、ダルオ。なるほど、はい、本当にもう、はい、スピンビームのこのイワシからでいきましょう。さあ、ということで 32g の方ですね。はい、ということで、さあ行きますよ。あー、飛ぶね。普通に投げた方がよっぽど飛ぶわ。はいはい、シースパローロング。はい、カラーなんだっけ、これ今日ピンクゴールドだっけ、なんだっけ、ヒラミピンクだっけ、やわかんねえ、なんかちょっと久々に使うからカラーが忘れちゃった。はい、これでいきましょう。さあ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 、ということで、いつも最近はね、シースパローってどっちかっていうと青を使うこと多かったんですけど、このピンクってなかなか投げてなかったからな。さあ、どうでしょう。ああ、あのデカさで結構飛距離出せますからね、シースパローロングは。さあ、ということでね、ちょっと流れが強いんで、ちょっと流れに乗せて、はい、あの派手めのカラーでちょっとドリフトさせながら、まあアピールで、まあ、ゆっくり舞いでちょっとヒラメを狙ってみたいと思いますよ。お、なんだこれ、シースパローロングの重さじゃないぞ。なんか釣れてる、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 なにこれ、ついにこういうのが釣り始まりましたが、はい、タンタン、はい、ついに海藻ですよ。一瞬期待したよ俺は。なんなんだよもう、本当どうしたらいいの本当に。もうさあさあさあ行くぞ。もうずいぶん潮上がってきたな。ここでもう膝下ですよもう。はい、結構水深あるね、何気にね、こっちの方ね、シワになってきたら。さあ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 、ねえ、こうなってくると幻のサフはあえて波にザッパザッパ噛むんですよ。ねえ、いかに本当に関東限定の幻のサフかって分かりますね、そこ。ねえ、ここからこの状況を見て、だって、俺が前回バラしたところのサフ、分かります？本当に、いかに貴重な場所かっていうのが、はい。欧州限定、土関東の時のですからね。出てこないですから、そこは。お、石川さんヒット？さあ石川さん、マジで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 、石川さんヒットしてる、石川さんヒットしてる。俺がナルオ杯のなんか告知を今撮ってたら、石川さんがヒットしてる。ちょっと下手に動くくらいです。ここからズームでちょっと、やべやべ、石川さんがヒットだ、ヒットヒット、マジか。あ、渋谷さん今タモトに行った。ちょっと僕はここからちょっとね、はい、お、石川さん、やべ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 、え、なに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 、石川さん、おー、引いてる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 、お、なに、しばすか、結構ぶち曲がってるよ俺。さあ、どうだ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 。あ、渋谷さんが今行きました、渋谷さんが今タモ行きました。え、なに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 、あれ、ヘダにコラボテープをね、ね、あれがあるからね、穴があるから下手に走るってやったら、ここからね、ちょっとズームで、はい、あれした方が、お、行った行った行った、お、マゴチじゃねえか、お、ヒラメ、とりあえずあっち行こう。え、マゴチ、
マゴチでかくね、結構。マジでマジで石川さんやってくれましたね。俺がナローハイの告知 PV を一人で撮影してたらおマンゴー、あでかくね、でかでかでかいでかい。いやこれマンゴーじゃないのこれ。石川さん、石川さん、やったね、やばやば。オフベイト、桜黒、釣れがかり。いやいや、釣れでもなんでも釣れないより釣れる方があれですよ。魚に、魚がいるところに投げれてる証拠ですよ、釣れがかりは。ほら、頭に乗せねえとは。やばこれ、今釣っていいサイズじゃないですよね。毎回の時釣るサイズだよ。やばマーモンでしょ、これ。やべ、マーゴンでかっ。やべやべ、これマーゴンいってるぞ。頭でかいよこれ。え、これ何センチですかこれ。ちょっとマーゴンいってんじゃないのこれ。いきなり、いえ、いかない55。この頭のデカさで55なの ?56?56。 おー56、まあ、頭のデカさだけだったらマンゴンだよねこれね。いやでもデカいっすよ石川さん。これやった、初マンゴー。マンゴーまでいかなかったけども、56素晴らしいですよ。おめでとうございます。やばっ。はい、持って持って。いや渋谷持って。なんで俺なの。俺じゃねえよ。俺じゃねえよ。俺顔隠す。俺じゃねえから顔隠すからね。そういうのなんていうか分かりますね渋谷さん。あの漫字会それクソ野郎って呼んでますから。他人の超過を自分のものにする人をクソ野郎と呼んでますそれ。俺の超過じゃないから。やべやべ、でかっ。ひだでしょ、釣れがかりっすもんね。持って持って。やべやべ、もうあのちゃんとカメラに向かって最後にバシッとじゃん。やべやべやべ、でかいっすでかい。ありがとうございます。はい、ということでマゴチはリリースしますんで、はい。ということで今回は石川さんが見事にね、あの最後ドラマを作ってくれたんで、なんかすげえ音大丈夫か石川さん、おジャッポリ言ったでしょあれ。今回は引き分けということで、まあ魚見せれただけ良かったんじゃないでしょうか。ということでいよいよマゴチの開幕シーズン到来です。コラボ堤防も開幕しました。